はい、ただいまですね、このようなところに来てます。お百姓市場というところです。今日はですね、何しにですね来たかというと、実はここでいちご狩りができるようなので、それではですね中に入ってみたいと思います。次の手で来てください。こんな感じのとこなんだ、お客さん。ねえ。なんかやっぱり、お土産、やっぱり南方のお土産、その、みたいですね。野菜から。お米も売ってますね。ビワゼリー売ってますね。ビワゼリー売ってました。すいません、いちご狩りを申し込んでるんですけど、携帯がない。お百姓市場からですね、車で1分ぐらいのところで止めて、そこからですね、このような田んぼ道をちょっと移動します。ここです。いいんですかね。グリーンアース。ああ。すいません。はい。これ食べてるとこ撮ってるのも大丈夫ですか。大丈夫ですか。じゃあ場所がですね、あちらになるんでね。場所なんですけど、この柱よりこっち側の奥まで、これよりこっち、はい、はい、で、種類は5種類あって、あ、5種類、うん、あ、一応ね、こうやって全部あ、はい、つけてあるんで、あ、紙に貼って、あ、で、取り方なんですけど、はい、これをこう引っ張るんじゃなくて、上にやってこうやってやる、あ、はい、簡単に取る、そう、お時間もこうですよね、30分の食べ放題なんで、今57分です、はい、27分まで、はい、あ、大きいのは見つけた、その裏の方に大きいのがあるよ。せっかくね、下になってるやつを裏側取らない。ああ、そういうことですか。あ、これ紅ほっぺだ、うん、紅ほっぺいただきます。うん、うん、甘い、甘い甘い。あ、これ秋姫だ。こっち。美味しいっす。わあ、ペンハップの大きいやつ見つけました。すごいです、これ。
テレビリーグで出ました。一口は食べられません。うわ、またでかいのです。すごいな、これ。すごい、これ。見てください、これ。うん、5種類か、今1種類。あ、これなんか違うな、種類が。5種類がなんか違うそうですね。うん、これは甘い。さあ、そんなに食べられるもんじゃないからな。種類が分かんないんだけど、ベニホッペしか。じゃあさっきから、あ、さっき美味しいベリー食べた。あ、ベリーってちっちゃいのかな、うん、美味しいベリーってやつです。うん、あ、本当に美味しい。これ美味しいベリー、美味しいです。美味しいベリーって感じ。これ美味しいベリーの大きいやつですね。うん、美味しいです。さすが美味しいベリーです。わあ、これ真っ赤ですよ。美味しいベリー、真っ赤のやつですね。うん、これ甘い、甘いです。これまた大きい美味しいベリーつけました。葉っぱが近いね。うん、なんか他に種類の違いやつないの？香りのベリー、香りのなんとか、あの隠れてる大きいやつ見つけました。うん、うわ、これすごい。これ1個でもうお腹いっぱいになっちゃいそうです。うん、いやー、もう結構食べたよ。あとは、なんか、ベニホッペ食べた。秋姫は食べてないかな、まだ。じゃあ、秋姫を、いただいてみますかね。秋姫。うん。秋姫の方が甘いかな。いやー、秋姫もいいや、もう。これ、秋姫ラスト。酸味がね、下の秋姫だと酸味がない。そうです、秋姫の方が甘かったです。確かに酸味が全くない。この美味しいベリーはね、赤いのにちょっと黒くなってるのを食べた方がいい。ああ、美味しいベリーは。そうですか。いや、でもそんなに食べられるもんじゃないですね。確かに。そうだね、お腹いっぱいになってたから。そうですね、この美味しい、この美味しいベリーってやつですね。うん、これも美味しい。これはベニホッペですね。ベニホッペ、ベニホッペいきます。うん、酸味があって美味しいです。これは秋姫には美味しいかな。これ秋姫のが好きかな。うん、何？飽きちゃったの？行け。確かにそんなに食べられるもんじゃないね。はあ、ちょっともうお腹いっぱいかな。香りのっていうやつがありますね。香りのっていうのを食べてみますか。香りのってやつです。味はちょっと薄いっすね。これがいいかな。香りの、うん、ちょっと味がやっぱ薄いな。美味しいベリー、美味しいベリーはちょっとね、この黒みがかったのが美味しいっていう話なんですよ。ちょっと黒みがかった
うん、秋姫美味しい香り5種類って言ったけどな、1、2、3、4種類しか見つかんないな。弥生姫食べた、あ、多分どこにあるの、それが5種類目だ多分。弥生姫っていうのもあるんですよ。これはラストいってみますか。うん、硬いね弥生姫。弥生姫ってやつですか。弥生姫ちょっとこの大きいの食べてお願いしますか。ラスト大きいの1個食べて終わりにしようかな。ラスト大きいの1個ベニオペかな、1個食べて。ノーイチゴとします。はい、お腹いっぱいで時間いっぱいまで食べられませんでした。どうもすみません、ありがとうございました。久しぶりに食べたね。やっぱりあそこの何川口のいちご屋より美味しいな、うん、あそこはもう終わり頃のやつだもんな、うん、5種類のやつどれが良かった。どうやつ、これはやっぱりね、やっぱり紅ほっぺかな。ということで、いちご狩り満足しました。どうもお疲れ様でした。こんな感じです。いちご屋。